感情をキャンバスにぶつける、それはとても生産的で素晴らしいことだと思います。こんにちは、粟田洋介です。今日は自分の高まる喜怒哀楽の気分を絵を描くことにぶつけて感情豊かな作品を作るというお話をします。そしてこのキャンバスに私の感情をぶつけて絵を描いていこうと思います。最近まで私は感情的な作品を描くのは若い人の方が有利だと思っていました。なぜかっていうと、若い時の方がいろいろ感情的だったり、すごく情熱的っていうイメージもあるし、実際かなり昔に70代の方の個展を見に行った時に、その方が20代の時から30代、40代、50代、60代、70代って、なんかずっとその方の歴史を見てるような個展だったんですが、そのアーティスト本人とお話しした時に、彼はその年代によってその作風っていうのが変わってきて、20代の頃っていうのはすごく感情的な作品だったっていうことをお話ししてたのを覚えています。なので私は若い時の作品は感情的で、年とともにだんだんそうじゃなくなってくると思い込んでいたんですが、最近私は考えが変わりました。私自身若い時よりも今の方がなんか精神が安定してきたような気がするんですが、今でも私は感情的な表現っていうのをとても大切にしています。そして最近私は年取ってからこそ感情的な表現をするべきなんだって思うようになりました。まあするべきかどうかは人それぞれ個人の自由だと思いますが、年取ってからアートで感情表現をするっていうことがとてもプラスなことなんだと思うようになったという意味です。感情をぶつけて絵を描くと言いましたが、今私別にそんな特別な感情を持ってないんですよね。でも特別じゃなくても感情っていうものはあるので、その感情っていうのはなんだかよくわかんないんですけど、まあそれを隠すつもりもなく絵を描いています。こういう感じのタッチは結構感情的なんですかね。まあ感情的ということで、かなりワイルドな塗り方で描き始めました。何かしらの感情があるんですけど、これが何の感情だか自分でちょっとわからない感じです。描き終わった頃にはわかるんですかね。年を取ると涙もろくなるということをよく聞きます。その理由の一つは、豊富な人生経験から多くのことに共感できるようになるからなんだそうです。それは人として本当に美しいことだと私は思います。そして何よりも、より多くのことを感じられるようになったということはとても素晴らしいことだと思います。その感じる力っていうのはアート作りにとても重要なことだと思います。なんかゆっくりゆっくり描いています。激しい感情ではないんですが、何らかの感情は持っています。年を取ると涙もろくなるもう一つの理由は、感情とか行動を抑制する脳の機能が衰えてきちゃうんだそうです。でもなんであれ、涙もろいっていうのはとても素敵なことだと思います。そしてこれは脳の衰えだったとしても、作品作りのためにはとてもいいことなんじゃないかと私は思っています。で、行動が抑制できなくなるっていうことなんですけど、抑制できないのは涙もろくなるっていうことだけじゃなくて、怒りの感情だったり、そういういろいろな感情も抑制できなくなるようです。多分私もこの年齢に達しています。まあ年齢関係ないと思うんですけど、まあ若い方でも中高年の方でも、その怒りが抑制できなくなっちゃうなんていうのもよく聞くことだと思います。でもその怒りだって絵を描く時のパワーにすればとてもいいエネルギーになると私は思うんです。怒りの感情、悲しみの感情、苦しみの感情、恐れの感情、こういった感情の起爆剤を使って、それをキャンバスの上で爆発させればいいんだと私は思います。感情を抑えられないっていうのは絵を描く上でとても好都合なんです。私は日常、人に迷惑がかかるような場合は、なるべく感情を抑えて生活しています。でも絵を描く時に感情を抑制したことなんて多分一度もないんじゃないかと思います。絵を描くときは感情をむき出しにして感情を抑える必要なんて全くないんです。持ってる全ての感情を爆発させるんです。
時には感情が湧かない時もあると思います。個人的に私はそういう時はそういう時に描ける絵を描けばいいと思っています。でも何の感情も湧かなくて作品作りの原動力もないという場合もあると思います。そんな時の手っ取り早い方法は自分の好きな音楽を聴くということです。そうすると音楽っていうのは作品ですから、その作品から出てくるエネルギーが自分の感情を刺激していい絵が描けます。聴いてる音楽は自分が描いてる作品にも大きな影響を及ぼします。音楽じゃなくてもなんかそういう刺激が受けられることなら何でもいいと思います。どっかに行くんでもいいし、本を読むとか映画を見るとか人と話をするとか YouTube で動画を見るとかそういうのでもいいと思います。感情的に絵を描くことってすごく気持ちがいいんです。この湧き出る感情をコントロールすることなく頭を使い体を使い絵を描くっていうのはすごく楽しいことです。技術とか表現力で意識的に感情を表現することもできると思います。そしてそれはそれで素晴らしいことだと思います。でも感受性が高い人が見るとその本物の感情が入っている作品っていうのを見ればわかるらしくて、そして心からそういう作品を楽しんでいるようです。私の場合は自分を偽ることなく感情を表現しています。でも悲しくない時に悲しそうな作品を描いたりすることもあるんですけど、よく見るとそれはストレートに悲しい絵じゃなくてなんかドライでナンセンスなユーモアが含まれている場合もあります。そんな時の私の気分はいたずら心を持って描いていることもあります。で、そのいたずら心っていうのは無意識なんですけど、そういう感情っていうのも作品を通して人から見え見えなのかもしれません。でもそうじゃなかったとしても作品は好きなように楽しめばいいんじゃないかと私は思っています。一歩間違えたら迷惑行為につながってしまう感情と行動が抑制できないということもアート作りにおいては最高の武器になります。私はテクニックだけでは面白い作品は作れないと思っています。そのテクニックを見るのが面白いという場合は別なんですけど、テクニックというのは何かを表現する道具に過ぎないと私は思っています。そしてその作品を面白くする味わい深いものにすることの一つとして、その作品に感情があるかどうかということがあると思います。そしてその作品が見る人の心を動かすということもあると思います。例えば何かに感動した時にそれが何かの原動力になることってありますよね。それでそんな時に絵を描くとすごく筆が進んでいい作品ができたりします。それは好きな音楽を聴きながら絵を描く時も同じです。それは音楽を聴くことによって絵を描く人の感情が刺激されるからだと思います。ポジティブな感情だけじゃなくてネガティブな感情でも同じです。そうして出来上がった作品も見る人の心に何かを感じさせ、感情っていうのは連鎖していくものなんだと思います。でもネガティブな感情がそのまま連鎖されちゃったら困るかもしれないですよね。でも悲しみの感情によって出来上がった作品が誰かの感動を与えて、それがプラスの方に働いたりとか、不安な感情から生まれた作品が見る人にメランコリーな気持ちを楽しませるかもしれないし、そのまんまの形で連鎖されるとは限りません。怒りの感情が連鎖されてみんなが怒り出しちゃっても困りますよね。まあ何かメッセージがあってそのなんとか反対とか言って相手と怒りの感情をシェアするっていうこともあるかもしれませんが、その他に怒りの感情っていうのはパワーになります。そのパワーはネガティブなこととは限らずポジティブに働くこともたくさんあると思います。あなたの怒りから生まれたパワフルな作品がそれを見た人の活力へと生まれ変わることもあるんです。喜びみたいなポジティブな感情だってあります。嬉しくてたまらない時も素晴らしい作品ができると思います。喜びの感情からは楽しい作品が出来上がることが多いと思います。軽やかな楽しさもあれば癒し系の作品、そういうのもポジティブな感情だと思います。個人的には激しく楽しいっていうのも結構好きです。そして癒し系な愛の感情っていうのもありますが、激しく情熱的な愛の感情っていうのもあります。なんかそれはまさに芸術って感じですよね。
これも私最近思うんですけど、そういう激しい情熱的な愛の感情とストーカーみたいなのってちょっと紙一重だなって気がしています。まさに感情と抑制ができないのかもしれませんね。現実の人間関係ではお互いの気持ちがあってこそ成り立つものなのかもしれませんが、絵を描く、アートで表現する感情は病んだ感情だろうが歪んだ恋愛感情だろうが、こういった激しい感情をキャンバスにぶつけて感情的な作品が生み出せるんじゃないかと思います。アーティストイコールクレイジーっていうイメージがあるのはそういうことも理由の一つかもしれませんね。感情をキャンバスにぶつける、それはとても生産的で素晴らしいことだと思います。こんな感じの作品が完成しました。タイトルはシャワーを浴びる猫です。さっきモデルが登場しましたが、昨日うちの猫をシャンプーしました。すごい可愛かったです。でもこんな風に頭は逆さまになっていませんでした。でもこれは絵だからこれでいいんです。結構ワイルドな描き始めでしたが、今日別に私は感情が激しいとかってわけじゃなくてすごく落ち着いているので、なんか落ち着いた気持ちでこの絵を描きました。今日の私は違うんですけど、なんか怒りの感情で描き始めてすごいバン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 って描いてたのが、だんだん描いているうちに落ち着いてきて幸せな気分になってきて、出来上がってみたら幸せで楽しい絵が完成したなんていうんでも別に全然いいと思います。私がこの絵を描いている間はなんかそわ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 していました。ちょっといたずらな感情があったんですかね。ということで今日は感情をぶつけるっていうお話とこの絵を描いてみました。この動画でアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションが皆様とシェアできたら幸いです。今後も動画を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、いいねや動画の感想などをコメントしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。